からだと思います。ですね、僕もあんまり階段は普段すごいこう愛好しないというタイプではないんですが、たまたまちょうど読んだ本がですね、まあ関係がかなりあるかなということで来ました。ザンジバルゴーストストーリーストーリーという、これは、まあこの名の通りなんですけど、まあ、ザンジバルというところの、お化けのお話なんですね。で、まあ、ザンジバルってあのガンダムの敵の戦艦の名前だったりするんですけど、もちろんそれではなくて、あのアフリカのですね、東アフリカ、タンザニアの島の名前です。で、実在する島で、まあ、ガンダムとは全く関係ないんですが、あのマダガスカル、これ低い地図なんですが、今も大体同じような、感じで、これがマダガスカルで、これが、南のアフリカの、あの拡大するところ、ここにあるタンザニアのダルエスサラムからだいたい船で1時間か30分ぐらいフェリーですぐに行けるところです。で、なんでいや、まあ、実は、まあ、これちょっと言おうか言おうないか迷ったんですけど、僕 1年3ヶ月前ぐらいにですね、このザンジバルという島に滞在していました。で、まあ、手に取った理由というのは、まあ、それが一番なんですけど、で、で読んでみてですね、これをぜひ紹介したいなと思ったのは、この本に入っている話はですね、まああのまあ、フィクションと正確に言えないものです。あの、まあ、現代の、この物語として作ったというふうに、編集者の飯田光太郎さんがおっしゃっている、もので、要は、今現在、まあ、ほとんどの話が20世紀後半の話に聞き取りをされた、この前現著者の、アミール・エー・サイルさんという方が、ザンジバルに住んでいる方に取材して回って、聞いて集めた、実際にこんなことがあったよとか、もうみんな知ってる話っていうか、いや、いるっていうか、もう毎日来てるみたいな、毎日そこ通るみたいな、お話とかが、30点ぐらい集められたお話なんですね。で、まあザンジバルっていうのは、まあ、アフリカっていうこともあって、まあ、非常に、夜暗いですね。まあ、言っていた立場としてすごい思い出すのは、あのただまあ僕も僕下手に行ったことあるから、もしかしたらこれ行ったことない人には怖くないんじゃないかなって僕最初思って読み始めた。ただ、まあ、実際行ったことある身だとですね、あのむしろ暑かったよなとか、昼間暑かったよなとか、いろんなやつに騙されたよなとか、なんかあの船でゲロ吐いたよなとか、あのあまり怖くない話を思い出しちゃったりするので、逆にこれを読んでいる日にですね、もう最初はまあ本当に怖いのかなと思って読み始めたのに、だんだんなんていうか、あのザンジバルの、まあ、夜の闇の深さみたいなのがすごいなっていうか、あの頭の中ですごい広がっていって、もうすごく怖くなってくるお話が起きて、まあ、実際一つ一つ短いお話なんですけど、読み進めるに従ってこうその世界がザンジバルっていう世界に引き込まれていくような、感じになっています。で、まあそのですね、特に驚きなのは、あの一番最後のお話とかでですね、書いてあることは、これ新聞に載ってた話で、1998年3月31日付の記事によるとか言って、警官が、なんか、まあ、幽霊に襲われて、術師に、治してもらったみたいな話になって、それぐらいその呪いっていうのとか、それを解く人たちっていうのが身近にいる社会です。で現在も、おそらくそうなんだろうなっていうことがすごい伺える、ような作品になってます。で、そうですね、あと、まあ、もうちょっとこの本の、まあ、魅力をお話しすると、まあ、すごくあのお話としても面白いんですが、あの挿絵がすごくあの怖い感じにあのなっているので、あのこういう、まあ、挿絵が一緒にあのちょこちょこ出てきて、それも一緒に楽しめます。あと、まあ、そのさっき、誰でも知っているような話、現地ではっていうような話もしましたけど、まあ、日本の例えば座敷わらしみたいにですね、やっぱり有名な妖怪にと呼べるようなあの類の、存在も見て、なんか鉄で足が鉄でできた巨人はみたいなのが夜通りを歩き回って、その音が聞こえるとその家に不幸が
やってくるとか、まあ、なんかそういうような話があったりとかいろいろするのでおすすめです。なんか修行ではなく、出川でもましい、1年、2年ぐらい前に、から1年半ぐらい、今年の3月に帰ってきて、世界一周してまして、まあ、その過程で、まあ、ちょっとそのついでに関係することをお話しすると、なんか、いろんな土地土地で、その人の家に、その現地の人の家に行って、話を聞いて、取材するみたいで、なんか、無事にする、この人の写真にするとかいうことをやったんですけど、ちょっとこれは話に関わるかというと、タンザニアはすごい、なんていうか、その物のけみたいなのが、身近にまだ信じられてるのをすごい感じられた。例えば、墓が家の中にあったんですよ。で、しかも、燃やしてないんです。火葬じゃないんですよ。で、今でもそこに死体が埋まってるのが、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういう場所です。それは怖い。はい。それを聞き取りをしたことが、はい、著者の方ですね。この方は、でも生まれは、アミレ・サイルさんも、現地の方です。ただ、まあ、タンザニア、その島のいくつかのところを転々として、なんか記者をされたり、編集されたり、先生されたりっていう現地の方ですね。その本で、伊沢さんがね、丸々の作りで、実体がないって、全部伊沢さんのオリジナルっていう説もあるんですよ。ああ、そうなんですか。はいはい、どの程度本当だと思われますか。いやー、でも、いやどうなんでしょう。それ言われたら分かるんですか。どうなんでしょう。そういう説があるんですか。それは存じませんでしたが、ただ、すごい、まあ、伊沢さん、多分スワヒリの勉強とか、あっちに滞在、うん、若い頃に滞在されたこともあるし、まあ、だとしても、すごく、はいはい、リアリティのある話だなと思って、ちょっとそういう目でもう一回読み直してみたいな、はい、すいません。